むっちです。ああバカ。おい。ちょっと金銭傷つけたりとかもあるんで。あ、いや。ちょっとね。帰ってその一晩寝て起きたら症状がゼロになってて。めまいに治らんかった人はまだ多分いないんですよ、一人も。改善は本当に 100% ぐらいだと思うんで、本当に DM をたくさん送っていただいた皆様のためにね、この動画をお届けしておりますからぜひね、興味があればね、来ていただきたいなと思いますから。まずね、メニエール知らない方もいらっしゃると思うので、はい、簡単に言うとどんな病気なのかだけ、はい、サクッと簡単に教えていただけると。めまいと、あとまあ時に難聴とか耳鳴りを伴うって言われてるんですけど、はいはい、めまいがありますとかメニエールですっていう方は、まあほとんどの方は回転性、こうぐるぐる回るやつと、ぐるぐる回るやつ、はい、あとまあふわふわする感じと、うん、自力で治せる病気なんですか？たまにこうなんか時間置いといたらその、うん、めまい落ち着いてくるとか、うんうん、なんか一時あったけど、うん、起きなくなったっていう人はまあいるのはいると思います。まあそれという人はメニューのまあ軽症というか重症になっちゃうと、はい、もう自分じゃ何ともできないと、はい、もそれでも薬でももう散らせないと、うんうん、あれ根治じゃないんですもんね。今日見てくれてる本当 DM をたくさん送っていただいた皆様のためにね、この動画をお届けしておりますからぜひね、興味があればね、来ていただきたいなと思いますから。久米と申します。久米パパ、久米ママですね、はい。そもそもですけど、まずそのメニエール病になったきっかけとか。最初は3年前に、耳が右なんですけど詰まった感じがして、で耳鼻科を受診したっていうところが始まりですね。だんだんこう耳鳴りが出てきて、でめまいも最初は年に1回ぐらい。最後は、まあ、ほぼ毎日に近いぐらい。毎日めまいがガッてきて1時間ぐらいはもう動けなくなって、で治って、下手したらもう1日2回起きるぐらいっていう時もあります。まあ耳鼻科と病院が2箇所だったんですけど、その後、まあ、こういう整体というか整骨院というかっていうところは3軒回りました、その1年間ぐらいかけて。結果は全部もちろん何の効果もないですし、行くと、これ僕がすぐ初日の段階でもうここ行くのやめようって判断するのが、回数券の話をされたりだとか、いきなりお金の話されるともうなんか直すことよりももうなんかお金儲けの方に走ってるじゃんっていう印象が、まあ僕はやっぱ苦しかったので、そうですね、もうここ行くのやめようっていうふうに言うことが多かったですね。施術受けて、あ、だいぶいいっていうのも感じるんですか？そのやってる最初、直後は特に変化はないんですけど、その帰ってその一晩寝て起きたら症状がゼロになってて、次の日ゼロとか、はい、おうおうおう、がもう今までなかったので衝撃的で、あ、もうここを本当信じて通ってみようっていう強いこう思いに変わったというか。まず3ヶ月は通ってほしいですっていう説明をされたのと、あまりお金の話をされなかったんですよ。で本当に症状を見ながらいろいろ試しながら試行錯誤していきたいのでっていう説明をすごい丁寧にしてくれたので、もうここはもう僕ももうここについていこうって思って奥さんと話しました。やっぱりだからいい話だから今回はカットしようとか、ね、一番入れてほしい部分です。インタビュー見たね。この先生です。この先生がビタ止まり、メニエール病ビシッと治してくれた先生です。自己紹介お願いします。はい、整体軸椎を大阪と東京と1店舗ずつさせてもらってます、代表の大友康介です。お願いします。イケメンですよね。いや、すいません、ありがとうございます。メニエール病で悩んでらっしゃる方の DM がめちゃくちゃ多かったんですよ、はい、で、まあ、今日やっとメニエール病いけるかなと、はい、紹介できる人ついにできるかなというところでございます。インタビューでも見たように薬でなかなか治らないっていう人がいるわけですよ、うん、でめまいはずっと長く毎日のように来て、しんどいしんどいっつって、仕事もできない、家事もできない、育児もできないみたいな、はい、困ってる方いらっしゃると思うので、はい、なぜ薬で治らないのか、
ちなみになんで施術で治るのか、はい、みたいなところを実際僕の体を使ってですね、はい、説明していただけるとありがたいかなと思います、はい、お願いします。じゃあ本日もよろしくお願いします。まあ、メニエルって結局難聴と耳鳴りを伴うわけなんで、で耳鳴りの人って結構特徴あるんですよ、はあはあ、もう本当に鉄パイプみたいに棒みたいになって、この首が首がでアーチなくて動きめちゃくちゃ悪いんですよ。すっごい鉄パイプみたいな。ちなみにさっきのママもガッチガチですか？そうですね、硬いですね。で、うん、歪み方もちょっと複雑なんで、結構これは施術者側が触って分かる部分ではあるかもしれないんで、まあ掃除で首の動きが悪いっていうことは何かしら起こりやすいのは要注意しておいてもらった方がいいと思います。あ、力抜いてもらって、うっ、まあ、今のはあの、まあ、クリックオンっていうか、はい、関節の間の空気が割れた音なんで、はい、そんなに音が鳴ることっていうのを、まあ、目的にしてるわけではないので、はあ、ちょっと動き悪いですね。次ねじれ取っていきます、はい、ほんとさ、施術者って何も言わずにやるよね。はい、よく言われますおおいおい、うわちょっと待って、あ、そっか、今日こういう回だね。そっかそっか、オッケー、わかったわかったわかったよ。ああ、そうかそうか、あーい、うわー、あのメニュー病とかっていうのは、はい、やっぱこう圧迫圧迫の原因でなる可能性が高いってことですか？まあ、メニエールにかかわらず基本的に体全体中の流れを変えていってあげるっていう考え方なので、例えば腰が痛いってなった時に、頭から腰に対しての神経の伝達っていうのが 100% 正しい状態で行えてないっていう、まあ、イメージですよね。なんで例えばその中に障害物があるとエラーとして伝わるんで痛みになるっていう感じなんですけど、で次これ鎖骨なんですけど、鎖骨も腕上げるときにすごい関係するんで、あ、いや、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、何してる先生？これをちょっとね動きをつけてあげてる。ちょっと待って。で手首、はい、今度手首なんですけど、はいはい、まあ、手首って8個骨があるんで、これを歪みを見て、これちょっとコリコリ言ってるじゃないですかこれ。言ってる言ってる。先生、メニエールで合ってるよね合ってるですね、もちろんもちろん。手とかもやるんですね。そうですね、やっぱりつながってるんで、ね、神経はところは全部もう全部滞りなくやっていくっていうのは考えてます。あー、来た、それ見たことあるそれインスタで見たんだけど、これまあ癒着取っていくやつなんで、本当に四十肩とか悪い人とかここクリーム塗ってガーッと取っていったりするんですけど、はははそっか、僕ね、先生ね、正直ね、メニエールとこれは関係ないと思ってたの。はい、関係あるんだね。なんで、筋膜癒着起こってくると、すごい物理的に圧迫されてくるんで、はいはい、で中の流れっていうのはそれですごく悪くなってくるんで。あ、そうだね。あはちょっと始まるな。あー、これは。あー、ちょっと待って。あー、楽そうな気持ちよ。あー、すごい。まあ表面もめっちゃ大事なんですけど、はい、こういう、はい、筋っていうか、あの筋肉と筋肉の隙間、はい、これめっちゃ痛いです、ね、あーバカ、お前はバカだな、おとも本当に呼び捨てちゃダメなんで、人のこと先生なんだから、ってマジで。もちろん首周りとかが一番の原因なんですけど、はい、その首周りがそうなってしまう引き金がどこかわからないから、こっちにあったりとか、もちろん腰周りとかもすごい大事なんで、そこだけ見るっていうのは、そうかそうかそうか、まあその場でね良くなったとしても、そうだね、うん、あ、でもこれね、慣れてくると
もね。そうですね。うん、気持ちいい、気持ちいいですよ。ああ、いいじゃない、いいじゃない。もう、あのね、孫の手みたいですよね。もう一回両手上げてもらったら、はい、さっきよりすごい左が。はい、あ、確かに。うん。動きやすい。あ、確かに。うん。こっちね、楽。うん、いや、でも、みんな今日、今回の撮影でね、あのメニエリ病を治す先生ってどんな施術するんだろうってねまあでもほぼ全員どの症状にもある程度全身は絶対見るんで、あ、じゃあ普通になんかもうああめちゃくちゃ大事な話なんですけど、はい、寝具と枕っていうところをすごいこだわってまして、はい、毎回全員あの皆さん僕指導させてもらうんですけど、はい、例えばまあ、普通の枕、まあ、これ今何もない状態だと思うんですよ、はい、でフラットな状態 で、はい、で枕使ったりするとちょっと頭上げてもらって、はい、こういう、まあ、これちょっと高めになると思うんですけど、これで下ろしてもらうと、はい、結構こういう感じがなんか相場っていうか、まあ、高さは置いといて、そうですね、でこれをこのまま、まあ、立った状態で考えると頭すごい前に出てる状態になると思うんですよ、こういう状態ですね、分かりやすいと、こうですね、こうですね、ってなると思うんですよね、はい、でまあ相場が皆さん多分そういう状態で、はい、で大体頭の重さってあの体重の 8% ぐらいって言われてるんですよ、はい、まあなんで70キロの方だったら 8% ってさ、まあ、5キロから6キロぐらい、はい、大体相場5キロぐらいって言われてるんですけど、はい、これを、まあ、頭が前に倒れる角度でフラットな状態で5キロの負荷があるとした時に、はい、2センチ前に出ると2倍の10キロで、これが4センチ前に出ると大体5倍の25キロぐらいの負荷が体にかかります。25キロやばいっすね。赤ちゃん1人分ぐらいは、そうですね、ずっと、まあ、いわゆるデスクワークパソコンとかの姿勢っていうのはずっとそういう状態なんですよ、はい、まあ、今回僕こういう枕を作らせてもらってちょっと紹介させてもらいたいんですけど、はあ、だからこれがだから頭痛とか頭痛持ちとかそのメニエールとかで困っている方にはうってつけ、はい、まあ、これはもちろんその今日はメニエールとかめまいで来させてもらってるんであれなんですけど、はいはい、体全体にもすごい影響あってで、まあ、寝てる時に肩周りしんどかったりとかある人とかは結構これで寝るだけでもう肩周りのしんどさ取れたりとか、例えば股関節悪い人とかはこれ寝転ぶとすごい動き良くなったり腰痛消えたりっていうことは、しびれが消えたりっていうのはすごく起きてくるんですね、まあ、頸椎整えてあげるだけでこう腕の動き良くなったりとか、それこそ40肩50肩の方それだけで完治っていうわけではないんですけど、ある程度症状取れたりとかっていうのが実際あるんで、なんで本当にこれで寝転ぶだけである程度症状が落ち着いたりとかっていう方は結構、もう僕は現場でちょっと寝てくださいって言ってある程度取れたりするんで、もちろん100発110ではないんですけど、でこのここにウレタンが入ってるんですけど、はい、これが首のアーチを作ってくれて、はい、よいしょ、ここだけ硬いんですかこれ。そうですね、首のアライメントアーチを作ってあげたいんで、だからなんかなんとなくですよ、僕はここから上がなんかウォーターベッドに言うぐらい柔らかいですよ。でもここだけがビタッとガチッと固定されてるんで、高さは大体高さでもここがいいんですか、ここでアーチを作ってあげて作った方がいいんですね。まあ大体 1.5 センチ前後ですね、頭は。僕らが整地したところでやっぱり普通の枕とか使っちゃうとやっぱ整えたものがどんどんまた崩れていってしまうので、まあ、もし枕とかされてたら最悪も枕取って寝てもらった方が、まあ、だいぶ症状は落ち着いたりとか皆さんされるんで。ってことは何、じゃあまず本来ならよ、大友先生とこ来てよ、はい、メニエリ病治したいよって本当はなるけど、はい、なかなかちょっと遠いわよねってお客さんいるよね、はいはい、なかなかこっち東京と大阪に行けないよねっていう人はまずこれ買って試してみる分でもありです、ね、そうですね、多分だいぶ変わると思います、まあ、ただね、あのそれを使ったことにちょっと気持ち悪くなるとかいうことが起きた方は、まあ、もちろん話は別なんですけど、はあはあ、基本的にはやっぱりあの頭痛とかめまいとかは頸椎のアライメント異常がすごく関連してるんで、これでアーチを作ってあげることっていうのはすごい大事です。ってことはやっぱメニエール病も頭痛も含めてそのアーチはやっぱめちゃくちゃ重要なんです、ね、もう頸椎のアライメントはめちゃくちゃ大事ですね。これ変えるんかい、そもそも先生が作ったこの、そうですね、あの発売します。はい、ってことはじゃあ概要欄に、はい、興味がある方は買っていただいて、はい、っていうことですね。でこれあれですよね、あの恐ろしいことで6万円7万円ぐらいするんですか。いや一応定価2万5000円なんですけど。あれは2万5000円なんですね。早期購入でちょっと安く買えたりとかはするかもしれないです。でございますから、ぜひご興味があってね、どうしても枕が合わないよ、メニエル治んないよっていう方ね、あのお試しで使っていただいてですね、余計良くなったらいいですね。そうですね。でどもこもいかん、それでもどもこもいかんなんて人やっぱいるんですよ。そうした場合は、まあ、大阪と東京ですね、はい、
来ていただければいいかなというところでございます。まあ、結構これだけヘルニア落ち着いた人とかもたくさんいるんで、結構なんかいろんなやつに行くんですね。まあ、頚椎がやっぱ一番大事って僕は考えてるんで。了解です。概要欄ぜひ貼ってください。ありがとうございます。で、首周り、はい、メニエールとかにすごい重要なんでね、この辺。あ、もうだからあれですね、ここメインどころ見たら、あーちょっと待って、あー知ってるな僕、これ痛いの知ってる。あんまりね、その表面だけゴリゴリする感じではないんで、結構なんか後ね、真っ赤になってる人とかもいるんですけど、はい、まあ、あかんとは思わないですけど、はい、そんなに表面だけ真っ赤にするほどはしないですね。こう表面しっかり剥がしてからの、こういうね、この筋とか、ちょっと筋繊維傷つけたりとかもあるんで。本当にちょっとあれ聞いてないかもしれない、あのインタビューできないかもしれない。痛いマジで本当に、あーおーとも公平つけですよね、これでしょ。いや、こういう隙間とか差し込んで、痛っ痛っ。これあのちなみにですけどね、はい、先生、はい、あの先生がやったって先生は痛いんですよね。あ、痛いです。あ、そうですよね、はい、あ、僕だけじゃないね、はい、そうだね、もうやられたらムカつきますもんね。そうですよね。あの一回殴ってみようと思いますよね。あ、本当に暴力はいけませんからね。深い中の癒着が、わあ、これ剥がさない、ちょっとマジで言って。ちなみにですけど、まあちょっと前に、はい、まあ、メニエール病難病指定から外れたんですけど、はいはい、でもやっぱり困ってる人いっぱいいるじゃないですか。そうですね。そういう人たちに何か一言。まあなんていうんですかね、そんな偉そうなこと言えないんですけど、めまい、メニエールに対するめまいできた人で、僕の記憶が間違ってなければ、まあ自分の店だって4年ぐらいはやってるんですけど、多分ね、めまいに治らんかった人はまだ多分いないんですよ、一人も。もちろんね、難聴とかでちょっと微妙やなって人はいるんですけど、めまいに関しては多分改善は本当に 100% ぐらいだと思うんで、まあね、とりあえず一回来てもらって、あかんかったらあかんかったでそれはそうなんですけど、僕以外のやっぱ従業員の方もね、しっかりめまいとか治してくれてるんで、まあぜひ来ていただけたら何とかね、力にはさし、あのなれるかなと思いますので、諦めないでと、ね、まあそうですね、ふらつきながら来たりとか、まあ結構ね、来た時点でめまい来る、あのぐるぐる回ってる人とかもいるんですよ、やっぱり。けどね、なんかもう強制バーンってした瞬間にめまい消える人とかも僕は結構見てきたんで。でやっぱりあれですね、本当にあのいろんなとこ行ってダメだったからって言って、あのずっと付き合う必要はないってことですね。まあそうですね、はあ、だから頑張っていただきたい。メニエールの方、今回 DM をたくさんの方送っていただいた方ね、あのぜひ諦めないでほしいねと思います。まあ、今回、はい、まあ、メニエール病と、まあ、あとめまいっていうところで先生の方を紹介させてもらったんですけど、はい、まあ、あの特典等々がありましたらまた概要欄に載っけさせていただきますので、まあ、これからちょっと特典に関しては話し合いしまして、はい、あのスペシャル特典をつけていただけると嬉しいかな。わかりました。はい、いいですか。じゃあそれから、はい、あのこれから打ち合わせします。もう下の概要、はい、概要欄に特典ついておりますので、ぜひご覧ください。あと、枕ね。ああ、そうですね。はい、セルフケアで、なかなか東京に来れない、大阪に来れないという、うん、あの、少年少女諸君ですね。あの、皆様が、あの、メニエールで悩んでるよとか、まあ、頭痛でもいいんですよね。てか、肩こりとかでも全然ちゃいますね。ってことは、なんか自分でちょっと不調がある方で、枕が合わないかなという方はですね、あの、そういう不調の人のための枕を作らせていただきましたので、脳神経外科の先生も監修していただいてるんですよね。あ、そうですね。レントゲンデータ取ったりとか一緒に。
まあ、そこのクリニックを貸してほしいともお願いされてるんですけど、はいはい、じゃあそこをその枕の、ね、概要欄に載っけてますんで購入できるようになってるってことでいいですね。そうですね、はい、購入していただいて一度お試しいただいてまた口コミいただけるとありがたいかなと思います。はい、先生最後に何かあります？何か彼女募集中ですね。彼女も募集中。いや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 今回の動画でいや彼女がいるのかいられないいないのかをね非常に興味がある方。綺麗な人だったら DM 返します。そういうの良くないね。よくね、本当良くない。もう本当これは絶対流しますからね。あとなんかないですね。絶対返します DM。 絶対返します。じゃあ本当にそれだけ大丈夫ですか、ね、はい、お願いします、はい、たくさんの方ご予約お待ちしております。はい、よろしくお願いします。今日の撮影は以上となります。それはまた次の機会を楽しみに。それではさようなら。お疲れ様でございました。本当に先生いい先生だと思います。ただ痛すぎます。お疲れ様でした。じゃあ I remember my hometown. I met a pretty girl there. Well, I remember my hometown when I met a pretty girl there. And her little white dress at the county fair. She took my hand, we made some.